グレゴリウス14世は、ローマ教皇。クレモナ出身で、本名は、ニッコロース・フォンドラーティ。短い在位期間であったが、スペインよりの政治姿勢を示して、フランス王アンディ4世を破門した。ソンマ・ロンバルド生まれの教皇は、1590年12月5日に、ウルバノス7世の後を継いだ。彼はすでに修道者として高い評価を得ていた。にもかかわらず、 在位期間が短かったため、特に大きな事件はなかった。特筆すべき一つは、スペインをフェリペ2世とマイエンヌ公シャルルド・ロレーヌの強い勧めを受けて、フランスのアンリ4世を、遺憾、迫害者として破門したことである。教皇はさらに、フランスへの進行を準備させた。フランスでは、この行動は、歴代の教皇らが取ってきたフランスとスペインの、 バランスを取る政策の放棄と見られた。教皇は選出時にスペイン数期教団の後押しを受けた事実があったため、当然反フランス的行動もスペインよりのものと考えられた。教皇はスペインによるフィリピン統治にも関与し、1591年、スペイン人によるフィリピン先住民の奴隷的な処遇を停止するように命じ、従わない場合には破門するとした。 これは、この2年前、1589年、フェリペ2世による王室令を踏まえたものである。フィリピンに限らないが、ヨーロッパ、特にカトリック国のアメリカ大陸、アジア等への外国進出に、歴代の教皇は強い影響力を有していたが、形式的とはいえ、グレゴリウス14世が先住民の権利、自由への配慮を命じたことは特筆される。 1591年には、教皇は大社の布告文を発するが、日本の長崎の隠れリシタンが伝承してきた、土村のオーラ書は、この布告文に基づく祈りとされている。土ンとは、ルゾンのことで、フィリピンから来訪したカトリック宣教師が、この布告文をもたらした可能性が高い。伝記によれば、教皇は時々笑い出して止まらなくなることがあった、ようである。 自身の体幹式でも、その癖が出たという、強行が 70g もあったという胆石が原因で、死去すると、その後インドケンティウス救世が継いだ。ありがとうございます。